皆様こんにちは、スローの立下と田中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、田中さん、今日は何でしょうか。あれ、見たこと見たことはあるけど感じのやつですけど、そうですね、スローユーザーの方、はい、並びに YouTube をご覧いただいたことある方であれば、うんうんうん、一度ご覧いただいた可能性はあるという、はい、あのね、ヘリンボーンのヘリンボーンショルダー、ショルダー、はい、あのついについにこれは解禁です。解禁ですか。はい、結構か今までは鎌倉限定で、はいはいはい、あのステンシルを入れさせていただくっていうもので、まあ、はい、鎌倉も限定で展開はあるんですけれども、はい、すごい欲しいんですっていう方も、まあ、かなりそうですね、うん、いただいていてっていう中でついに、はい、出しちゃいました。そうですね、はい、あの根強いユーザーの方のお声と、はい、あとやっぱかけた時にやっぱいいよなっていう感覚ですよね、うん、ね、田中さん、これ、うん、鎌倉との、まあ、違いとしては、そうそう、サイズが今回違いますよね、うんうん、こうちょっと小さくなったんですよね。あの鎌倉の台のものよりかは、うんうん、この大きい、ちょっとすみません、白い方がちょっと大きいサイズになるんですけれども、はい、ちょっと小ぶりに作ってまして、うんうん、ちっちゃいサイズももう一回りちっちゃく、うん、日常使いしやすく、なるほど、っていうところで、まあ、お作りした形ではあります、うん、なるほど、うん、もう一個、はい、色が色違うんです。鎌倉のものに関しては、うん、白、ベージュ、はい、カーキの3色で、はい、そうですよね、展開があるんですが、はい、まあ、今回ちょっとブラックをブラックリリースさせていただきまして、なるほど、ね、田中さんと一緒に作らせていただいた、はい、アニバックの時、ちょっと限定で作ってたあの白と黒の展開っていうので、はい、まあ、黒もすごい評判が良くて、そう、僕らもついてあの、ね、アニチューブ見返しては、はい、やっぱいいよね、お願いして作ってもらったっていうところはあるんですけれども、はい、まあ、鎌倉にもない色っていうところで、この、ね、黒っていうのはね、はい、個人的にも注目している色ではありまして、早速店頭でも、やっぱ目立ったお客様はすぐ見つけられた、あれ、ね、やっぱいいですよねって言って、うん、早速ね、あの好評いただいてるバッグではあるんですけれども、うん、なんせね、軽くてね、そう、そう、どんなスタイルにも合わせやすいっていうところと、うん、これ 2way なんで、後ほどちょっと見てもらいますけど、手持ちもできて、うん、肩掛けもできてね、汎用性の高さとかね、うん、やっぱりこう年中飽きずに使いたいカバンの代表格としてこれはですね、おすすめでしょうね、間違いない、はい、間違いないやつです、それ間違いないやつですね、うん、今日鎌倉で撮ってますけど、この下で、うんうんうん、作ってる、ほやほやですね、もう被ってるやんこれがねやっぱりその作ってる人の顔が見れるっていうのってやっぱり幸せだよねっていうところも感じてやってる部分は大きいので、はい、より今は鎌倉でね、まあ、足運んでいただける方は見ていただけますし、はい、まあ、そうでない方でもこの動画を通して、はい、あの職人が作っている風景っていうのもね、うん、楽しんでいただけたらというふうに思っているので、そのこれもミリタリー的なもともと語源というか、うん、あ、そうです、そうです、ニシンの骨に似てるというのでヘリンボーン、まあ、モチーフにしているのはあのうちのディレクター曰く深田が申してはいるんですけれども、あの US マリンコープの、はい、まあ、1940年代の、ものをサンプリングしてて、まあ、この国産の生地を使って、かつジャパニーズクラフトマンがね作るっていう、この純日本製の、はいはい、あのものを、うん、生地の表情があるんでね、普通のショルダーバッグに見えるんですけど、見る人が見たらみたいな、そうなんですよ、そうですね、うん、2way のハンドルの部分です。あとはショルダーの継ぎ目が単純にこれね、リベット持ってあるんですよ。縫い合わせるだけじゃなくて、はいはい、補強されてて、はい、こういうディティールがね、なんかもういいです。もうなんかいやらしいです。ある程度そのヴィンテージとか、はい、その古着ブームを通ってきた世代の方だと、はい、あ、懐かしい、やっぱりこの久しぶりに持ちたいしいいよねっていう感覚で、うんうん、あのお求めになられる方が多くて、はい、逆に若い世代の方やったら新鮮ですとか、うんうん、ミリタリーものってちょっと構えちゃうけど、うんうん、こういうカラーリングとかこういうアプローチであれば、うん、やっぱり取り入れやすいから、うん、いいなと思ってきましたっていう方もね、ありがたいことが多くて、やっぱコットン100なんで、うんうん、洗えちゃうとこっすよ、ね、あ、うん、確かにね、これガシガシ洗っちゃって、うん、ちょっと生地がねこう毛羽立ってきた感じとかも、あ、ですね、ね、かっこいいですよね、いいですよね、まあ
汚しながら洗濯して味わいを楽しんでいただけたらなっていうのがありまして、黒は黒でやっぱりこうどん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 洗いをかけていくと、うん、まあ YouTube でも片野さん言ってましたけど、まあ、だんだんグレーっぽい感じの色味に変わってきて、やっぱりまあ墨黒感っていうのが余計に楽しんでいただけるっていう、うんうん、退色していく感じが黒は、ね、うん、いいのかなってところで、です。ちょっと普通にキュッと結んでますけど、まあこんな感じで斜め掛けで、そんなに長さは短めに持つのが個人的にいいかなと思うんですけどね。はい、あんま長くしすぎ、あ、こういう感じで、うん、斜め掛けにしてタスキ掛けしていただく持ち方で、はい、これいいですよね。これね、やっぱ職人さん曰く、うん、結構やっぱ大変らしいですね、このハンドル。こう、まあ、まっすぐ縫えないじゃないですか。あ、そうですね。ハンドルのパーツを作って、うん、で上からね、そこまでしか縫え、ね、そうそうそう、だからそこが結構骨が折れるところらしくって、うん、一般的なやっぱカバン屋さんってなかなかそういうディティールはね、あんまりやらないです。そう、やらないんですよ、うん、だからね、ハンドルらしいハンドルがついてるんですけど、そうそうそう、それは馴染んでるんで、これいいっすよ。結構個人的な推しポイントなのかな、うん、ね、やっぱスタイリングでね、うん、肩掛けできない時とかもだからいろんなシーンに対応できちゃうっていうね、うん、ね、トートとショルダーがついてて、で形もねプレーンですごく使い回しがしやすくて、うん、いや、そう、で生地がねめちゃくちゃ良くて、しかもねこれね、後でねちゃんと見てほしいんですけど、中のポケット半端ないですからね。半端ないですか。はい、両面についてますからね。あ、ポケットあっても1個じゃないですか。うん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 、で便利で2個、うんうん、倍です、4つ、はい、大サービス、大サービス、これ本当にこれさすがメイドイン鎌倉な感じです。いや本当に、うんうん、ジャパニーズクラフトマンがねめっちゃ言うじゃないですかめっちゃ気にして言うじゃないですかぜひ、はい、見ていただければと思います。はい、わかりました。いいな、いいです、いいな、これ白がいいないやいや、ちょっと中見てもらえますか。はい、はい、中行きましょうか。ちょっと中見てみましょうか。メイン収納が真ん中にあって、うん、はい、その両面にポケットがそれぞれ、うん、4つ、1、2、3、4つですね。くっついてるわけじゃなくて1つずつ、そうです、独立して4機室になってる。はい、ああなるほど。もうねこれが便利、いいですね、うん、A4 雑誌が入るぐらいのサイズ。そうですね、入るサイズ感で、はい、中身を見ていただいたんですけれども、はい、ね、やっぱりこんだけ荷物も入って、そう、ユーティリティかつ軽さもある、うんうんうん、経年変化する、はい、なんかこんな贅沢なキャンバスバッグってあるんかなっていうぐらいの、そうです ね、 ね、なんかやっぱシンプルだからこそね、うん、素材と縫製と、うん、やっぱりいろいろこだわりはまあね、本当に語り尽くせない感じではあるんですけど、いや本当そうなんですよ、うん、まあ、分かる人にすごい響いてくれたら、うん、ね、いいなっていうのと、そう、好きな人って、うん、結局ファッション凝るじゃないですか、うんうんうん、確かにこうレザーのベスト羽織ってるみたいに、うん、やっぱりこうカバンとその洋服って喧嘩しがちじゃないですか、うん、意外と ね、カバンを主役にしてもらえたらもちろん嬉しいんですけど、うん、そう、調和が取りやすいのかなっていうのはすごいこのカバンの魅力じゃないか。いや、 やっぱりファッションに根ざしたブランドだからこそ主役もね、うん、今言ったようにすごいありがたいけど、うん、逆に外しで使ってもらえるっていうのは、ね、そうですね、そう、意外と通好みなのかもしれないですよね、うん、いや本当にこういうのが、うん、結局シンプルに回帰するっていう感じのね、うんうん、ところもあるんで、その持ち方一人一人に合わせたアレンジをしながら使ってほしいですね。そうですね、缶バッジつけていただいてもいいですし、全然いいと楽しんでいただけるシンプルなバッグなんで、うん、エンジョイ、エンジョイ、エンジョイ、そう、まさかのエンジョイ、まさかのね、YouTube チャンネルを、はい、スローチャンネル開設しておりまして、はい、すごいありがたいので、はい、ぜひいいねとチャンネル登録を、はい、ぜひお願いいたします。お願いします、はい、じゃあまた、はい、次回週2回のそうですね、はい、やってますんで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、します。はい。